どうも、コバです。ですね、今日はですね、西尾市にある天野ゲーム博物館というところにちょっと行ってきたいと思います。で、この天野ゲーム博物館っていうのが1980年代頃の、アーケードゲームが約100台くらいその建物の中にバンってあるところで、ちょっとね、ちょっとめちゃくちゃ気になってたんで行ってみようかなというところで、僕実際ゲーム全然得意じゃないし、まあ、ゲームやってこなかったんですけど、それでもなんか気になるなと思ってちょっと行ってみたいと思いますね。すげえ、マジ外観やばい、すごいよ。ちょっと俺も写真撮っていい？レトロゲームマニアの集うお店。怖いね、すごいね、めちゃくちゃあるよ。あのさ、俺そんなゲームやってなかったよ。うん、すごい、奥までめっちゃあるよ。すごいね、ほんと。何だろうか、迷っちゃう。多すぎて、多すぎて悩みます。すごい、いや懐かしいな。ここ全部グラディウスだよ。何グラディウス？あのコナミのシューティングやん。ワンツースリーフォー全部遊べるんだって。すごいやばい、やば、やべー。ここは、あ、すげえ、ファンタジーゾーンがある。全然わからん。ファンタジーゾーンがある。年がバレるね。全然わからん。これスーファミでやっとった覚えがある。これ何？ファイナルファイト。あ、ファイナルファイトはもう有名だよね。すごっ。サムライスピリッツ。やば。何やるか迷っちゃうね。迷う。何やろうかな。すごいもんね、この絵がやべえもん。これね、すごいテンション上がるよ。なんなの。ワクワクする。すごいね。いっぱいあるね、ほんと。よくやった。あ、ぷよぷよがあるね。ぷよぷよとかできるもんね。なんかバズファイターとかやろうかな。うんうん。なんかやろう。なんかやろう。このこれ懐かしくない？なんかこの、あ、キングオブファイターもあるんだ、このフォルム。うん、俺ね、鉄拳があったらやりたかったんだよ。何が強いんだろう。わからん。これバーチャファイターあんまりやったことない。このおじいちゃんでいきます。あ、そう、落ちたら負けだったかも。はい、全然攻撃してこない。一つやろう。なんで、できるのはあんまりない。これ一番最初のやつってこと？
そう、これターボじゃなくてターボ、こっちはターボだけど、あのスーファミで、そう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 、普通の出たやつだったね、普通のやつ、100円、何選ぶんですか、ケンケン、俺絶対エドモンド本番なんだよ。ちょっと羽の、すごい、またパフェクト、すごい、負けました、負けました、ガイル強し、四天王まで行けんかった、残念、懐かしい、これ世界に一台タイプ、すごっ、ここに画面が出るの、なんでこれ、うん、電源を入れて、うん、すごい、でこれだよね、やばあるのか、多分ね、もっと早いんだと思う、いや
あれだけそんなコースアウトせずにやったの分からんけど、なんか多分もっと倒せるのかも。いや、めっちゃすごかったっすね。なんか入った瞬間もうゲームみたいな、うん、でもう僕ほんとなんか知っとるゲーム結構あったんだけど、ね、なんかちょっとバーチャファイターやってみたいなと思ってやったけど、まあ自分の下手くそさにビビり太蔵さんのスト2だっけ、あれのうまさにもビビり、ダメだったよ、死んのいけんかったしであとあのバイクのゲーム、うん、あれ結構なんかすごかったね。あれすごいね。結構この何体重かけて傾ける感じがなんか壊れるんじゃないかっていう感じ。いや結構面白く遊ばせていただきました。あの後もね、まあ、ちょこちょこゲームやったりしたんですけど、今の30代40代、まあ、50代ぐらいの人が行けばすげえテンション上がると思います、うん、ですごい芸能人とかもテレビの取材とかも来てて、あ写真めっちゃあったね。そうやっぱ有名なとこなんだなっていうところで、で全部どのゲームも100円だったんで、うん、お手軽に遊べますし、なんかそこの会員になれば VIP 室みたいな、うん、とこに入れるみたいで、へー、そうそう、なんか一個奥に部屋あったじゃん、あーはい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 、開かずの間みたいな、はい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 、はい、そうあそこに入れるみたいなんだけど、ちょっと僕らまだねビギナーズクラスなんで、あれあれなんだ、なんか調整中のやつを置いてあるわけじゃなくて、その奥がもう VIP コーナーの席になって、そ う,、ね、うん、そう、ちょっと次行った時はちょっとね買いになれたらなって、まあでも遠いからな、遠いね、遠いからな、そうたまに行く上には絶対楽しめる場所だと思う。で朝がね9時か10時ぐらいからやってて、で夜が今時短になってて10時ぐらいまで営業してるの。それでもすごいね、10時までやっとる、ね、あれおじいちゃん頑張っとるで駐車場もね、あの近隣の駐車場結構契約してて止めれるとこ結構あるみたいなんで、うん、ぜひ行った際はね、あのしっかりそういうところに止めて遊び行ってください。はい、ということでね、ちょっと、まあ、チンスポットじゃないけどすごい面白い遊び場を見つけたので、皆さんも一度行ってみてはいかがでしょうか。またこういった面白いところここあるよとかいうところがあれば、教えていただけたらなと思います、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、さて今日の動画いかがでしたでしょうか、この三河ライフのチャンネルはですね、久保翔小葉太蔵の3人で三河地方のグルメスポット遊びなどを紹介するチャンネルです。動画で紹介した情報は画面下の概要欄に載っているので、そちらもチェックしてください。高評価チャンネル登録もぜひお願いします。チャンネル登録の際にですね、ベル通知をオンにしていただくと新しい情報も通知されますので、よかったらそちらもタップしてください。あなたへの動画はこちらになります。よかったら見てくださいね。